ドルマバフチェモスクは、トルコのイスタンブルにあるモスク。オスマン帝国の31代スルタンである、アブデュルメジと一世の母のベズミアーレムバーリで、スルタンが出資し、1853年から1855年にかけて建設された。トルコ語での名称に倣って、ドルマバフチェジャーミーとも呼ばれる。また、正式名称は、ベズミアーレムバーリでスルタンジャーミーである。 ドルマバフチェモスクは、1853年、アブデュルメジト一世の母宮であるベズミアーレムバーリで、スルタンの命によって建設が開始されたが、彼女は、同年に死去。その後は、アブデュルメジト一世の下で建設が進められ、1855年、ドルマバフチェ宮殿の南で、現在のベシクタシ地区にあたる、埋め立て地に、彼女の名を冠する、このモスクが完成した。 その後は1948年から1962年まで海軍の博物館として利用されたが1966年にモスクとして再開された。2013年トルコ反政府運動において大統領であるエルドアンは運動の参加者がドルマバフチェモスクの敷地でビールを飲んでいるということをやり玉に挙げて運動を非難したがモスクのイマームは モスクの敷地内では誰もビールを飲んでいないと発表した。モスクの内部、透明なガラスやアカンサスが見られる。ドルマバフチェモスクは、アルメニア人建築家のガラベト・バルヤンとその息子であるニゴース・バルヤンによって設計されたバロック建築かつ新古典主義建築のモスクである。このモスクはスレー・マニエモスクに代表されるミマール水難の作品と比べて規模は小さく、 また、お住まい建築で用いられてきた、ムカルナス装飾や植物モチーフのタイルは少なく、礼拝室の手前に設けられる列中に囲まれた、前提がないのに代わりバロック式のスルタンの部屋が設けられるなど、西洋建築の要素が多く含まれている。建物は25メートル25メートルであり、礼拝室はドームの頂点を中心として、天体シに構成されている。出入り口は、 ベルサイユ宮殿の鏡の間に見られるようなバロック風であり均等に配置されている。ガラスは従来のステンドグラスではなく透明なガラスが設置されている。モスクの各所にはこれまで用いられてきたチューリップやバラの植物模様の装飾の代わりにアカンサスが用いられている。壁面の飾り柱はコリント式とイオニア式の折衷である。 オスマン建築の代表的なものとして四角形の礼拝室と円形ドームが挙げられるが、バロック風のこのモスクにおいても例外ではなく直径17.5メートルのドームが設置されている。このドームは礼拝室の四隅に4本のピアから伸びる4つのアーチの上にある。ドルマバフチェモスクはバロック式とロココ式を織り混ぜた高さ40メートルの2つの積成ミナレットを持つ。 モスクの東西に一つずつあるミナレットのうち、西側のものは建築当時のままだが、東側のものは地震により損傷したため修復された。40メートルのミナレットの内訳は、基礎で4.25メートル、つなぎ目で1メートル、円頭部で26メートル、木製の上部構造物で9メートルである。厚さは各部で異なり、下部では30センチメートルある厚さ上部に行くに、 連れて2 1センチメートルにまで落ち、2メートルごとに1センチメートルずつ薄くなっている計算になる。また、ミナレットの4 2 5メートルある基礎部分も同様に上部に行くほど厚さが薄くなっている。ありがとうございます。